何が来たの？それで1、2、3、今一度教えていただきたいです。1を、1、食事。食という字は人を良くすると書きます。何を食べるかでその人が分かる、変わるんです。良くなる、悪くなる。じゃあ何に、ね、いいのかっていうと、何ですか、言ってください。タンパク質みたい。タンパク質、はい、はい、タンパク質だったら青魚がいいでしょう。あと卵っすね。天然のバイアグラって紹介しましたね。あ、そうですね。まあいいよ、牛とかさ。牛もいいですか？あ、と鳥も全然いいです。あ、もう青魚と卵と鳥はよく食べますね。うんうん。まあ、よく言うのが、はい、ブロッコリーとかトマトとかオクラ、昆布、ひじき、わかめ出てくる、納豆、おキムチ、かぼちゃ食べてるな。かぼちゃ、アボカド、ブルーベリー。ブルーベリーもいい。ブルーベリーのもめちゃくちゃ毎日食ってる。ブルーミー、はい、俺のボッキ弁当がある。常に持ち歩いてるからね。これ終わったら、その中を見ればもう分かるから、うん、これでも持ち歩き用のさ、緊急用だから。あー、すげー。あとキャベツとブロッコリー、また、あ、人参も入れてるわ。いや、でもステーキのここにあるやつですね。ステーキとか、うん、牛メインじゃねえから、こっちだから、ボッキは。そっち食べてるんですね、うん、毎日2回か3回これだけのものを毎日食って、それが15年続いてるんですよ。それ立つでしょ。それ立ちますね、うん、継続ですね。毎日やることしか身につきませんから、1回これ取っただけではダメです。じ